身の回りの電化製品にはどういった種類の電池が使われているのかについて見ていきましょう。こういうふうなリモコンなんかには乾電池が。腕時計にはボタン型の電池が。スマートフォンとか携帯型のゲーム機にはリチウムイオン電池が入ってます。この3つの電池の中で仲間外れがあるんねんけど、どれやろう答えはリチウムイオン電池。 と、この二つっていうのは実は種類が違うねんな。どういった違いがあるかわかるかな。乾電池とかボタン型の電池っていうのは電池がなくなったら交換しないといけないのか。一方でリチウムイオン電池は電池がなくなったら充電してさらにまた使うことができると。実は充電できるかできないかの違いがあるねな。ボルタ電池は覚えているかなこれは 亜鉛と銅を使った電池。マンガン乾電池とか、アルカリマンガン乾電池。このういう風な電池っていうのは、すべて一回使い切りの電池に、このよういう風な電池のことを一次電池っていうね。一方で、充電して何度も使える電池のことを二次電池っていう風に言うねな。さっきも出てきたリチウムイオン電池っていうのは、 こういうふうなパソコンのバッテリーなんかにも使われてるし、鉛蓄電池は車のバッテリーに使われてます。また、ニッケル水素電池見たことあるかなと思うねんけど、こういうふうな電池も充電して何度も使える二次電池やねんな。他にはこういうふうな電池もあんねん。聞いたことあるかな燃料電池。これっていうのは燃料の化学変化から電気エネルギーを取り出す電池のことで、 どういうふうな燃料を使われているかというと、燃料電池の中にもたくさんの種類があるんねんけど、例えば水素とか、他にはプロパンガスなんかのガス、他にはアルコールなんかが燃料として使われていんねな。代表的な燃料電池の一つの反応だけ見ておきましょう。その前に復習やけど、水の電気分解どんな反応か覚えてるかなこれは水に電気を流すと、 水素素と酸素に分かれるよつまり言い換えると水と電気エネルギーにより水素と酸素に分かれるとちょうどこの全く逆の反応で燃料電池を作ることができるとつまり水素と酸素の化合やと化合っていうのはくっつく反応な水素と酸素がくっついて水と同時に電気エネルギーを生み出すと これが燃料電池の一つの仕組みやねな。実際に燃料電池の自動車なんかも開発されています。